おはようございます。あ、どうも。唐突に始まる。はい、そうなんです。まあ、これはあのデビューの、はい、ウェブデビューの、 あの視聴者の、はい、YouTube 用 の、 あの撮影ということで、はい、まあ、次の築地本願寺で行われるあの祈りの歌という、はい、作品の、まあ、魅力や、はい、そしてその堀川さんの心が出ていることとか、そういうことをその、まあ、インタビュー形式で聞いてみるみたいなことなんですけれども、はい、まあ、早速なんですけれども、はい、まあ、僕が聞くのもあれなんですけれども、はい、あの堀川さんが考えられるその、はい、世界カンパニー の、はい、あの作品の魅力やそういうものがあればちょっとお聞かせいただければなと思います。そうですね、あの非常に、まあ、まずドラマチックであるということと、そしてなんかロマンチックですね。あの僕はやっぱロマンを感じるんです。あの今までもそうですね、このロミオとジュリアットもそうですし、他の今まで作品もそうですね、またコモンである、まあ、ああいうなんかね、ちょっと骨太なんだけれど、ちょっとなんていうのかな、SF チックな要素もありますし、はい、ロミオとジュリアットもね、いろんな状況違いで、例えば幕末であったりとか、はい、普通のとか現代であったりとか、はい、シチュエーションを変えてので、まあ、あの骨子は同じみたいな、そういうトライっていうのはなかなか面白いなと思いますね。だから日本に置き換えてとかね、はい、今回もロミオとジュリエット、まあ、ここ今劇場でやってるんですけれども、はい、まあ、幕末に置き換えてくることでですね、石田一生さんがずいぶん頑張って、はい、いらっしゃいますけれども、はい、うん、それとあと、あの、あれは普通の、あ、今日あの見させていただきます。あ、はい。そう、一番だったら、いや、全然大丈夫ですよね。大丈夫です。はい、お話しする。はい、そうです。まあ、その今作品の、あの、まあ、うちの作るものをいろいろあのお伺いしてたんですけど、ね、伊勢さん的にもどういうふうな、やっぱり腰が太いというか。そうですね、骨太であることと、やっぱりその熱意がすごく。の方々その経験がありなしに関わらず、そういう方々すべてこう対等に結構あのいつものところでやってたんですか。そうです、うん、ね、はい、あそこで、あそこの稽古場で、本番同様のセットを組んで、はい、やっております。 あそこでも、はい、こういう同じです。あ、そうなんだ。なかなかそれは作るの大変だったじゃないですか。さあ、そうですね、まあ、でも蜷川さんのところもあの実寸でやっぱ組んで やってたので、はい、そうしたらちょっと気持ち悪いところ、そうですね、違っちゃいますもんね、実際に声入って場当たりしてみないと。そうですね、稽古でずっと慣れてたこととね、うん、本当にそうですね、テープだけだとやっぱ分かんないもんね、うん、段差があったりとかね、あと尺が違うとどうしても、うん、実際にね、うん、劇場入ってみないと分かんないところがたくさんだから、ね、でもやっぱりにしても若干ストロークが違ったりとか、若干の誤差出てきますけどね、うん、まあ、それがまたこう面白いと捉えられるか、うん、それとも難関だと思うか、うん、時代そう、なんかそういうのがあった方がね、なんか、うん、結構こうドキドキしたり逆になんか刺激というか緊張感みたいなね、うん、ライブ感がそうそうそう出ますよね。面白いと思いますけどね、堀川さんと堀川さんとやるといつもライブ感がいいと思うあるんですね。いや僕はもう言われた通りにしてるから、いやいや台本通りにしか僕はやらないんだよね。またまたまた知らないよ。どうぞどうぞ。やっぱりその格闘シーンがやっぱりうちはあるので、その時はその、ね、掛け声というかその同じパンチでも全然声が違う。うん、と思うんですけど。俳優に限らずいろいろなジャンルをやってらっしゃると思うんですけれども、はい、その例えばまあ声とかでも当てるときとかにやっぱり声だけなんですかね、それともやっぱ体一緒に動いちゃう。いやもう なんていうんですかね、その声を当てようって僕は全然気がなくて、うん、
自分のアフレコだと思ってやってるんです。だからそれはなんかそのキャラクターをこうなんていうんだろう演じるとかなんとかじゃなくて、ね、自分が出てで実写のアフレコと同じ感覚っていうのが、うん、自分が撮ってきたものを後で声入れるっていう感覚なん でやってるキャラクターはもうどっか自分じゃないと、で演じようとかなんちゃってキャラになっちゃうんで、ね、そうしないとやっぱりこの魂が持っていかないんじゃないかなって気がして、だからもうずうずうしく、ね、やってる時は高校生ですし、ありえないじゃないですか、だって気がねふざけんなって話でしょやってる時は、うんうん、やってる時は、ね、自分が信じないと思う、できないんですよ、いや俺高校生なんてって思ったらもうその瞬間で できなくなっちゃうから、その時はもう自分が17歳8歳の時の自分で向かっていかないと、やっぱりそこで自分がもし自分のことを疑い出したらできないですね。だからなんか僕のなんていうんだろうやり方というかアプローチとしては、だからそのキャラクターを作ろうとかっていうことではなく、どっか自分の中にあるものを、なんかもし自分がその立場だったらっていうことですかね、もし自分が大量虐殺するようなやつだったらとかね、そうです、もし自分が悪魔だったらとかね、はい、そういうもし自分がね、いろいろあるんですけど、まあね、はい、王子様だったりとか、まあ、そういうことですよ。特にアニメとかだったらそうですよね、結構いろいろな設定がありますもんね、うん、まあ今回伊勢さんともいろいろ全国から熱い仲間がこう集ってやってるんですけれども、はい、まあ、次回に向けてそのどういうふうな人たちと、はい、やっていきたいかなっていう、いや、やっぱりなんていうんですかね、まあ、基本的にお芝居が大好きなことであるということはもうもちろん欠かせないことですけれども、うん、同じ、まあ、熱量というのかな、情熱量というのかな、やっぱりもうこれは彼は好きじゃないとできないと思うんですよこういうことってね、うん、なので本当に芝居バカ、うん、でどっかそういう部分では共通してないと、うん、なんかやっぱりできないんじゃないかなと思うんですよ、まあ、必然的にそういう人が集まってくるんだと思います、うん、そういうなんかやろうとした時に、ね、